スタジアムを視察するソビアーニンモスクワ市長と PFC チェスカモスクワのギネル会長アレナクスカはロシアのモスクワにあるサッカースタジアムである。グリゴリー・フェドートフの名を冠した PFC チェスカモスクワの旧スタジアムの跡地に新しく建設され2016年に開場した PFC チェスカモスクワがホームスタジアムとして使用する。2017年2月にベブが 命名権を取得し、ベブ、アレナと呼ばれる。2006年9月に、旧スタジアムの解体工事が開始された。2007年5月に、モスクワ市長、ユーリルシコフが参加して、低組織が行われ、同年12月に、スタジアムの建設が開始された。当初、スタジアムの完成予定は2009年とされていた。2009年に、ロシア国防省との間で、 訴訟問題が起こり、建設は一時中断したが、一年後に和解した。2012年4月、ロシア開発対外経済銀行は、スタジアム建設資金を融資することに合意した。同年3月に PFC チェスカモスクワが140億、ルーブルの融資を求めたと報じられていた。2013年4月、国防省の土地と隣接していたため、建設許可が降りていなかった土地に許可が下り、 建設は再開された。2015年12月、スタジアムでロシアスーパーカップ2016が開催されることが発表された。しかし、建設が遅れていたため、2016年7月23日開催のスーパーカップの試合会場はロコモティフスタジアムに変更された。2016年8月17日に許可を得て、スタジアムの運用が開始された。スタジアムは、 スポーツスクール、オフィス、ホテル、商業施設などを備えた複合施設である。スタジアム南西には UEFA カップ2004から05で p f c チェスカモスクワが獲得した優勝トロフィーの形に似た142メートルのタワーがあり、スタジアムの敷地内には初のクラブミュージアムがオープンした。グラウンドは天然芝と人工芝のハイブリッド芝で30%が 人工芝である。2016年9月4日にスタジアムで最初の試合となるトルペドモスクワとの親善試合が行われたが、この試合は無観客試合だった。9月10日に行われたプレミアリーグ第6節のテレク戦で会場し、ラシナトラオレの2得点などでクスカが3から0で勝利した。9月27日には初の欧州カップ戦となる UEFA。 チャンピオンズリーグ2016から17のトッテナムホットスパー戦が行われた。2017年2月28日、ベブと PFC チェスカモスクワはパートナーシップ関係の発展に合意し、スタジアムの名称はベブ・アレナとなった。ベブはプロジェクトの総費用3億5000万ドルのうち2億4100万ドルを融資していた。解明後、最初の試合は、 同年3月4日に行われたプレミアリーグのゼニトサンクトペテルブルク戦だった。2017年6月9日、スタジアムで初の代表戦となるロシア代表とチリ代表の親善試合が行われた。スタジアムではサッカーの試合以外にも様々なイベントが開催される。2017年7月5日に初のスポーツ以外の文化イベントとしてシステムオブアダウン。 スリーデイズ・グレースなどが参加したパークライブフェスティバル2017が開催された以下の地下鉄駅から徒歩圏内2017年にはスポーツクラブクスカの名を冠したクスカ駅が開業予定ありがとうございます